この度はラファエルチャンネルが削除された件につきまして、日頃から応援してくださっているファンの皆様、そして関係企業の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をおかけしました。誠に申し訳ございませんでした。今後、ラファエルチャンネルは人々に迷惑をかけることはなく、エロ系や怪しい企業案件は一切やりません。またクマと戦ってみた、ランボルギーニに惹かれてみた、他人の後頭部をバットでフルスイングで殴ってみた結果などの、過激な動画は一切やめ、クリーンで夕飯時に、家族の方が揃って見れるようなチャンネルを目指します。今後はお父さんが子供や奥様の目を盗んでこそこそ主張するような怪しいチャンネルではなく、完全クリーンなチャンネルにすることをここに誓います。今後はこのチャンネルで復活するので、チャンネルの登録のほどよろしくお願いいたします。ラファエルさん、ラファエルさん、チャンネルマンアベレタークタイさん。いつの間にか俺より登録者が多くなりやがって、何が月収2000万3000万だ。うえ、水耕栽培の動画はどうなったんだよ。おいおいおい、お前悪いことばっかり、ヤクザみてえな仕事してるから YouTube から消されるんだよ。おいおいおい、おい、いいか、お前に、おい、おい、祝福の言葉を送ってやるぜ。あー、今対応中です。あ、もしもし。はいはい。あ、お疲れ様です。どうです、ラスさん、チャンネル消えてますよ。ラファエルさん、ラファエルさん、アカウントバン、おめでとう。うまい、酒がうまいよ。うまい、うまい、今どんな気持ち、アカウントバンされてどんな気持ち、なんでバンだったか俺わかるよ。友達を大事にしないから。俺のチンチンをちっちゃいとか言ったから。だからバンされたんだ。お前がバンなってもね、どうでも助けてくれないよ。